レントゲンは1896年1月23日に撮影した手の透視画像。骨と指輪の部分が黒く映っている。人間の胸部の X 線画像 X 線は波長が午後1時10ナノメートル程度の電磁波である。発見者であるビルヘルムレントゲンの名を取ってレントゲン線と呼ばれることもある。放射線の一種で X 線撮影。 解説現象を利用した結晶構造の解析などに用いられる。故障の由来は数学の未知数を表す X で、これもレントゲンの命名による。1895年11月8日、ドイツのビルヘルム・レントゲンにより特定の波長域を持つ電磁波が発見され、X 線として命名された。この発見は当時直ちに大反響を呼び、 X 線の発生について理論的方向づけを与えようとしたポアンカレは1896年1月に蛍光物質と X 線の関連について予測を述べた。その予測に従い、翌月の2月にアンビベクレルはウランを含む輪光体が現代から言えば放射性物質であることを発見するなど X 線の発見は原子核物理の端緒となった。 日本の法令の条文上ではカタカナを用いて、X 線もしくは X 線と表記するのが原則となっている。管理域シンボル例えば、体陰極として、銅、モリブデン、タングステンなどの標的に加速した電子ビームを当て原子の 1S 軌道の電子を弾き飛ばす。すると空になった 1S 軌道により外側の軌道から電子が遷移してくる。この遷移によって放出される。 電磁波が X 線である。この時、軌道のポテンシャルエネルギーの差で、電磁波の波長が決まるので、どのような波長の X 線でも出てくるわけではない。加速電圧と電子流による電流から来る、消費電力の1%程度だけが X 線に転換される。つまり、電子線の電力の99%が、対陰極の金属界を熱するということになるため、 実験条例客が重要である。このような方法で X 線を発生させる装置は、がある。電子を体陰極で急激に制動させたり、磁場により運動方向を変更したりするなどの加速度運動を、すると X 線が放射され、静動 X 線と呼ばれる。特定のスペクトルを示さないので、白色 X 線と言われる。 このような方法で、X 線を発生させる装置はレーザーで、高温のプラズマを発生させ、超短パルスの X 線を発生させたり、X 線レーザー発信の研究が行われている。セロハンテープのロールを一定の速さで剥がすことによるもの。トライボルミネッセンスの一種であるが、X 線の発生については2008年現在の摩擦学の理論では十分な説明ができない。 1950年代には旧ソ連の科学者たちがセロハンテープロールをある速さで剥がすとエネルギースペクトルの X 線の領域でパルスが発生することを突き止めていた。2008年に UCLA のチームが真空中でセロハンテープを秒速 3cm の速さで剥がすことで X 線撮影が可能な強度の X 線が発生したことを観測し、 ネイチャー誌に発表した。強い有電体に電流を流すことで、熱膨張、収縮するときに生じる高電圧により、低圧真空容器内の残留ガスに起因する電子が加速され、微小資料に衝突して資料に含まれる、元素特有の特性 X 線が発生する。100円ライターやガスコンロの着火に使用される、圧電素子でも高電圧が発生して、X 線が発生する。 可能性がある。2003年に、米国アメリカ合衆国エネルギー省の低線量放射線研究プログラムによる支援等を受けて、米国科学アカデミー企業に発表された論文によれば、人のガンリスクの増加の十分な証拠が存在する、X 線やガンマ線の最低線量は、瞬間的な被曝では、10から50ミリシーベルト、 長期被曝では50から100ミリシーベルトであることが示唆されている。崎山久子は、低線量放射線の影響は過小評価されて、来たのではないか低線量放射線でできた二重差、DNA 切断は修復されない。で次の研究を紹介している。K. ロスコームと M. ローブリッジは、一細胞において、高線量の X 線照射による DNA 日本差切断は、 効率的に修復されたが、低線量の X 線症者による DNA 日本差切断は数日を経ても修復されなかったと報告している。また、X 線症者後に人細胞が細胞分裂を重ねると DNA 日本差切断は X 線症者以前の水準に戻るが、これは修復されない DNA 日本差切断を持つ細胞が除去されることによると推察している。 ありがとうございます。